ラマナンツォア、1973年、ガブリエル・ラマナンツォアは、マダガスカルの軍人、政治家。1972年から1975年の間、同国国家元首となった。ラマナンツォアは、メリナ人出身で、アンタナナリボで生まれ、長じて、フランス軍に入隊し将校となった。1960年に、マダガスカルが独立すると、彼は、 マダガスカル軍に移籍し、やがて少々にまで昇進した。1972年5月に起きたフィリベール・チラナナ大統領に対する反対運動が全国に拡大すると5月18日にラマナンツアはクーデターを起こしてチラナナを失脚させ元首の座に就いた。ラマナンツアは政権を握ると社会主義政策を推し進め、最低賃金の引き上げなどを行うとともに 新仏だった、チラナナ政権の路線を変更し、脱西側化を進めた。1972年末に、トアマシナとアンツラナナで暴動が起きると、ラマナンツアはこれを利用して、フランスとの防衛協定を改定し、アンツラナナ基地とアンタナナリボ郊外のイバト基地の、フランス中流軍を撤退させた。同年、フランケンからも脱退して、独自通貨を導入し、 南アフリカ共和国と断交し、ソビエト連邦や東欧諸国との国交を樹立して、東側に接近した。しかし、社会経済は好転せずに、1974年12月には、クーデター未遂が起きて、戒厳令が敷かれ、1975年2月5日には、軍部内の対立によってラマナンツアは、退陣を余儀なくされた。ありがとうございます。